ね、あれは狙っていたんでしょうか。いや、振ったら当たりました。ということは今状態としてはいい兆し出てきてると見ていいでしょうか。すげえホームランじゃん。でまだこれからは少しあるので、しっかり上げていきたいと思います。分かんなかったね。長野さんのホームランもそうですが、上井さんの追加点やった。そしてどうでしょう、先輩から見て田口選手よく投げましたね。そうですね、毎回ピッチングしてくれて、田口が投げる試合結構ホームラン打ってるんで、なんかご馳走してもらおうと思います。今ちょっと背中で聞いてないふりをしてますけど、後で強調しておきましょう。それはさあ、長野さん、ジャイアンツこれでずっと勝率5割、そしてついに久々貯金を作りました。ご馳走してほしいんでお願いします。決着は